あーでもここで、あー魂のスリーカウント、あー完全にスリーじゃん、ね、遅い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 、スリーだよ。あーそういうのって見てる私がやっぱりそのプロレス見始めた時に初めて自分にできないこととかってやっぱり、ああ、これもダメだ。釣り魂のスリーカウントからスリーカウントと。ああ、魂のスリーカウント。お前も来んだ。すごい返した。もう一回、もう一回、あと一発だ。魂のスリーカウントからスリーカウント。こういう小技がね、うまいからね、うまいですよね。さあまずは2位を当てていって、あー出た魂のスリーカウント。さあここでカウンターで決まってしまう、どうだ、決まりました。もうこれで、ああそうですね、ファルコンアローからの、さあ5位、さらには魂のスリーカウント、3連続攻撃、志田ががっちり仕留めました。スターを乗っけていく、うわー、ドラミがとても切なそうな顔、そして、あーっと炸裂、スリーカウント、おっとツー、おお うわー、魂のスリーカウントからラリアット、うーわガッツ、魂のスリーカウント、ワンツー入ったスリーカウントですね。魂のスリー Even Sheeta thought it was three. Oh, what a drop kick! Basement drop kick! And it's over!It is over. まこと、長い長いトンネルからまだ抜け出せないのか。さあ、万全の、あー、出た、スリーカウント。あー、入りました、スリーカウント。そう、単なる提供マッチかと思いきや、さあここで魂のスリーカウント、やってるな。そうですよね、しかしちょっと今ちょっとサポーターをずり下げた、ずり下げた、むき出しのビッター、魂のスリーカウントでスリーカウント。行方はまだ分かりません、勝ち点に点を取るのはどちらか。さあここで魂のスリーカウント、スリーカウントを取りました。このトップロープからのファルコンアロー、すごいものが出てまいりました。そして決めるのか、魂のスリーカウント、大きく切り返した、大畑これでも切り返す、カウント2だ、もう一回いった、ダメ押し、魂のスリーカウントでスリーカウント。さあ残り時間は5分だ。さあおー取れた、さあこのまま決めていくか、どうだ、魂のスリーカウント、前の膝蹴り、これはきつい、厳しい攻めだ。さあそしてもう一度狙うか、うわーっと強烈スリー、魂のスリーカウント、あれ、おっとホールいかない、ホールいかないですね、すげえなー、はい、いやー、まさに志田にしかできないそんな形のファルコンアロー、そして出たー、魂のスリーカウントでスリーカウントを奪いました。いや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 、
あーでも これまた綺麗に入った。タウンのスルーと。これも返す、これも返す。さあ時間経過、志田の勝ちか、それともアリキの勝ちか、出てしまった。魂のスリーカウントで、スリーカウント入りました。それ出るかな、ね、あ、出ました、ケンちゃんのお願い。そうでしたね、ここでケンちゃんのお願いが出た。このお願いが出たか、やはりこの技、魂のスリーカウント、魂がこもった一撃で決まりました。シモの音結構絡みますよね。シモの音結構、はいはい、いろんなとこで当たってる。さあここで魂のケンちゃんが出てスリーカウント入りました。この家の先生、魂のスリーカウントでいっか。さあこっからいくぞ、魂のスリーカウントいった。さあこのまま決まると下の音ランドができました。スリーカウント入りました。決まった、魂のケンちゃんが出た。これで決まるのか。